どうも、若手放送作家の早瀬です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。どうも、若手放送作家のエカテリーナ2世でございます。え？よろしくお願いいたします。違うじゃないですか。お久しぶりで。お久しぶり、え？一周休んで女になってる。いやいや。なんで？いや、一周休んだとかじゃないです。モンゴル行ってました？いや、行ってない。性転換しました。いや、違うでしょ。モンゴル名前も変えて。いや、違う。僕、あれですよ、3ヶ月。ずっとエカテリーナーで言っちゃうんですよ。お体大丈夫ですかみたいな、はい、来てんですよ。聞いてる方々からね。元気です。でもその中にエカテリーナ2世さん大丈夫ですかっていう言葉は一個もなかったんですよ。僕らが待っているのはエカテリーナ2世じゃないんですよ。あ、そうですか。カムバックは。あ、ちょっと本当の名前言ってくださいよ。そつくんじゃないよ。ほら、吹き野郎。そうですね。あ、もうまあ、バレたらしょうがないんで。なんでバレたら話しますけど、ね。ルパン三世かよ。ちょっと悪いな。言えよ、早く。私、岸本さん。そうなんですよね。岸本さんなんですよ。お帰りなさい、岸本さん。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです、岸本さん。ね、ちょっと、一週間ね、バカンスの方に行って。いや、嘘つけよ。はい、そうです、ね。体壊したんですよね。はい。はい、まあまあ、ちょっと、うん。で、まあちょっとね、体壊したってこともあって、ちょっとエカテリーナを名乗っちゃったんですけど。なんでだよ。まあおい、病院ってやつ見えかとりな。一世誰だ、ね、入ってきちゃったんですよ。まあ、エカテリーナ2世っていうのはですね。誰ですか、何してんですか、まあ、ロシアの方なんですけども、ドイツ出身のですね、うん、第8代女帝というですね、うん、まあ、偉い女帝ですからね、うん。ロシアの方がドイツの偉い方になったんですね。そうなんですよ。すごいですね。ちょっと変わってますけどね。うんうん、でですね、この人がですね、まあ、ロシア内でですね、うん、その、まあ、フリーメイソンというその、まあ、団体をですね、うん、容認したんですよ。あ、はいはいはい、はい、うん、今まで禁止されていたものを容認して、うん、で、まあ、その容認したから、まあ、ロシアのですね、その政治家とか上流階級の人が、うん、まあ、メイソンに加入したっていうことで、まあ、ロシア内で、その勢力が拡大したっていう、まあ、一端を担ったんじゃないかって言われている。王族が認めたからということで、はい、そういうことですね。で、まあ、最終的には、その、運営でですね、うん、争いが起こりまして、うん、まあ、やむなく全ロッジを閉鎖するっていう、まあ、こともやったんですけれども、うんうん、まあ、そういう、まあ、結構短期間でいろんなことしたって言われている、うん、まあ、フリーメイソンメンバーと、まあ、おぼしき人物でございます。はい、でも、その人じゃないんすよね。そうですね。まあ、近いですけどね。近くねえだろ。はい、どこが近いんだよ。近いですけど。何すか、はい、友達閉鎖したってとこですか。そうです。何すか、それ。全ロッジ閉鎖した。現状。全ロッジって1個しかねえだろ、てめえのロッジ。言えよ。何ですか、ですね、誰ですか、じゃあ、私はだから、岸本でございます。岸本でしょ、はい、そうです。岸本さんと、早瀬でね、都市ボーイズやってんすよ。都市ボーイズ。嘘こきやがって、この野郎。いやー、うん、参ったね。まさか、まさか、これを僕がやることになるとは思わなくて。いい、うん、今回なぜやらしたかっていうと、はい、カムバック岸本会ですから。そうですね、うん。スペシャルっていうことですか。そうなんですよ。前回が岸本病欠スペシャルで。はいはい、いや、おかしいでしょ。俺、病欠してるときスペシャルにするってさ、病欠ちょっとおかしいよね。スペシャルで、うん、で、今回が岸本カムバックスペシャルですから。あ、まあ、じゃあ第2回連続スペシャルやってるんだ。そうそう、2回連続ですよ。あ、そうですか。そうそうそう。いやいや、もうね、本当に、ね、まあ、鈴木くんにも、急遽来てもらったみたいで、いや、本当に、申し訳ない限りですけども、ね、はい。いや、良かったですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。もう、全く別の番組として、うん、楽しみました。僕、40度の熱を、で、うなされながら、40度。はい、聞いてましたよ。まあ、でも、だから、その40度出た理由っていうのは、はいはい、ちょっとエンディングでね。ああ、そうですね。多分、長くなると思うんで、そんな長くなる。まあまあまあ、ああ、そうです、ね。ちょっと後に撮っておく。ああ、そうですか。わかりました。ね、デザートですから。デザートですから。はい、はいはいはい、まあ、じゃあ今日はね、まあ戻ってきたということで、まあ僕も普通にね、そうそう、話していこうかなと思うんですけど、19回目ね、はい、エンディングで、うん、じゃあ次回20回は記念なんで、ちょっと皆さんのリクエストに応える形で都市伝説をお送りしますというふうに言ったんですよ、うん、僕らね。なるほどね。でその20回であなたお休みしてるんですなるほど、うん、僕がね、誰が言いました？岸本休めってリクエスト。誰も言ってないんですよ。誰のリクエストも答えてないんですよ。だからね。前回。なるほどね。なんか今回ね、僕、休めってリクエストなかったでしょ？ないないない、ね。あ、本当ですか。病気慣れって誰も言ってないんで、はいはい。だからそれでちょっと今回の、まあ、繰り上げじゃないですけど。なんで今回の21回にリクエストに答えてあげようと。答えようという。なるほどね。サンキュー会、ありがとう会ですよ。はいはいはい。うん、もうだから感謝僕2倍してますよ。いや、本当ですよ。1回ね、休んだってこともありまして。うんうん、
リクエスト今回、うん、答えるという形 で、 そうです、ね、僕はちょっとやらせていただきたいな、うん、でカムバック会なんでちょっと岸本さんからね今回都市伝説話していただきたいんですよ、はいはい、もうね不慣れで、うん、手が震えますよね本当に最初ねもういつもと違うスタイルを2個やらされてるわけですから僕用意ドンがどんだっていうか分かりましたいや、うん、まあでもうん、ちょっと気持ちいいけどね自己紹介して急に都市伝説話すってバカですからそうだねいつもそれやってんすよ、うん、僕その流れがあって ね話すのはねそうそうまあまあいいけどなんでまあまあちょっと話してください今回、まあ、でも今日はだからどんなリクエストあったんですか、はい、じゃあタイトルいきます、はい教えて都市伝説はい、はい、ということで、はいまあどんなリクエストが来たかっていうことで結構いっぱいいただいてまして正直まだ全然できてないんですけども、うんまあね今回ちょっと選んだのはですね、まあ、僕が歌舞伎町、うん、出身っていうこともあると思うんですけども、ね、まあ歌舞伎町に多く生息する、うん生物テラフォーマーね、そうですね、うんというか暴力の支配者ですね、まあ、ここはやっさんにしときますね。やっさんで、ね、いこうかな。やっさんに関する、はい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 ちょっとお話をですねいいです、僕にしてくれっていうね、うん、僕を殺す気かっていうようなリクエストをいただいたんで、まあちょっとですね。探されますよ。岸本岸本って。ね、岸本探されますよ。もう今日はだから僕先に言っときます。これ全部嘘ですから、はいはい、今日は。あ、嘘もう全部僕が、うん今日、今、即興で言 う、 ジャズですから。はい。ね、もう、今考えたやつですから、これ、今回のはね。バキと一緒ですよね。そうですね。バキと一緒。はい、カマキリと戦うようなノリですから。はい。はいはい。ということで、うん、まあですね、ちょっと、まあ、安さんに関する話をしたいんですけども、うんまあ、ね、皆さん、もうイメージ、やっぱり、うん悪いと思うんですよ。まあね、怖いというか。イメージはないですよね。うん、で、まあ、やっぱりですね、うん、イメージ通り、うん、まあ、ね、本当に、人をですね、こう、まあ、殺してしまったりとか、うんうん、まあ、事件になったりとかもありますから、まあ、ありますね、うん。まあね、結構最近、生々しいのもちょいちょいあったんで、あまあまあまあ、まあ、割烹とかね、まあ、ありましたけども。目の前で見たこともありますもん。うん、本当ですか。はいはい。まあ、ちょっとその、うん今日はですね、そのやっさんの、うんうん、まあ、後始末の方法についてちょっと、ほうほうほううん、話そうかなと思いまして、後片付け、はいはいうん、ね、まあなんかやった後はやっぱ後片付けしなきゃいけないですから。洗わないといけない。すべて、うんうん。子供にも言えることですけど。そう、うん、いや、遊んだら片付けるんですよね。そうですよね、はいはいうん。まあでも彼はプロなんで、片付けうまいですから。はいはい、うん。で、まあ多分ちょっとどんなイメージかを、うん、あります片付け一番まあ有名な片付け方、うん、だからあれでしょ普通によく言うのは、うん、ドラム缶の中に詰めて、うん、ねほんでなんか蓋しちゃってそうですねなんか東京湾とかに沈めるみたいなのがやっぱりよく聞く、うん、ベーシックな方法だと思うんですけどなんかね、うん、もう、キラーフレーズみたいになってますよね。お前、すまきにして、ね、東京湾、沈めたるかい。沈めたるかい。まだ、Y の玉残ってんで、みたいなのが、ね。そうそうそう。なんで関西寄りなんだろうね。まあでも、そうなんですよ。ですよね、ありますよね。うんうん、まあ、そういうね、方法も、まあ、昔はやってらっしゃったようなんでございますけれども、うんうん、今はですね、もう、全く、そのね、うん結構最近もあったらしいんですけど、うん、そのドラム缶に死体が詰められて出てきたっていうのはあったんですけど、うん、それはですね、もう素人の、ほう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 まあ、仕事だと。その、やっさん の、 ね、手に見せかけた普通の方がやってる、うん、へえ。まあ多分イメージでやったんじゃないですかね。うん、そいつは。こういうのだろうと。うんはい、はいはいはい。今もうね、やっさん違うんですよ。何ですか、うん、どうなんですか何を使うか。うん。コールタール。コールタール、はい、を使うんですよ、うん。コールタールって何か分かります？セメントの。あ、まあまあ、うん、油みたいなやつなんですけど、うん、黒い油みたいなので、うん、砂利とですね、うん、混ぜて、うんうん、砂利と。アスファルトの、うん、まあ元になるものなんですよ。カチカチに固めんですか、じゃあ。うん。うん、って思うじゃない、うん。それはやらないんですよ。どういうこと？ちょっと全然どうするのかっていうと、うん、要は、まあ道路とかとね、うん、まあ業者あるじゃないですか、作る業者とかと、うん、まあ結構そっち系の業者多いんですけども、うんうん、と提携しまして、うん、ヤーさんのね、うん、と提携しまして、仕事をですね、うん、
任せるんですけれども、うん、その道路を作る際の、うん、まあアスファルトを作る時に、うん、3000度とかの熱処理するんですよ。3000ってすごいですね、うん、それともう溶かすから、うんうん、でそれを、うん、その時に死体を一緒に入れちゃって、うん、ごちゃ混ぜにして、うん、で3000度で熱するんでもう溶けるんですよ、うんうんうん、でもアスファルトの一つのその、まあ、素材みたいに使って、うん、でまあその後普通にそのアスファルトを道路に使うんですよね、うん、そうするともう完全に、うん、なんていうの、証拠が全く残らないっていう、うん、まあ絶対に足のつかない方法、うん、だこれが今結構そのヤーさんの、まあ、トレンド、うん、っていうか、まあ、ね、うん。まあ、やり方の。俺はこうのこう。俺はそうそう。今、もう古いと。ドラム缶はもう古いと。うんうん、習慣やったんだね。そうそうそう、うん、まあ、ドラム缶なんでやんないかっていう理由もあって、コンクリートにつけると、うん、コンクリートに入れちゃうと、死体がですね、ガスを発生して、うん、で、まあ、匂いもすごい出るし、うん、ガスってすごい強いから、うん、コンクリート割っちゃうんですよ。割っちゃうんですか？そう。で、まあ、気圧の変化とかもあるし、うん、水圧ね、の変化で、うん、まあ、ちょっとその死体が要はコンクリート割って出てきちゃって、まあ、逆に見つかりやすいとかっていう。根性大根みたいな。ね、まあ、アスファルトが出てくる。出てくる大根みたいな。はいはい。まあまあ、そんな可愛いもんじゃないですけども。すごいですね、でもね。そうなんですよ。だから今、そのやり方はもうむしろ、うん、素人しかやらないと。古いと。古いと。うん、で、まあ、そのアスファルトが、まあ、主流で、うん、で、もっとお手軽にやりたいっていうやつ。うん。うん、要は、それも結構大変なのよ、その、業者と提携したりとかしないと、ね。その、広まることによって、ね、そうそう。その、やる人たちが。で、今ね、その、インスタントなやり方で言うと、うん、ね、ペット用の、うん、火葬場が今ね、あって、火葬車っていう、うん、移動用のやつがあるの、うんうん。ペットしか使わないやつがあるんだけど。うん、ちっちゃいんですか、じゃあ。そう、ちっちゃいやつ。それに細切れにして、うん、燃やすと、うん。要は普通の火葬場だと、バレちゃう。バレちゃうから、ペット用の移動用のやつでやるっていうのが、ちょっとまあ、燃やすんですか、お手軽。うん。燃やすでしかし。燃やすでしかし。めっちゃ怖いですね、それね。そうなんですよ。だから、まあ、うん、知らず知らずに、うん、ね、僕らの、まあ、使われてる道路とかに、うん、まあ、うん、誰かの死体が使われちゃってるかもしれない。頭めっちゃいいですね、でもね。うん。いや、ほんとそうなんだよね。うん、だから、最近の、屋さんはもう、昔のイメージとは違って、うん、IT ですよ。あ、まあね、うん、はいはいはい。株とかで儲けるらしいから。あ、すげえ、うん。そうなんですよ。だからね、もうちょっと今後ね、うん。アスファルト見たら、うん、僕の言ったことを思い出して、うんうん、ちょっと優しく歩いてくださいっていうことなんですけども、屍の上歩いてるんだよっていう、そうそうそう、っていうね、はいはい、意識を持って歩いてほしいなっていう、うん、でまあまあこれがまあ、うん、ちょっと、まあ最新というか、うんうん、今トレンドのやり方、うん、でも一個ですね、ちょっとはいはい、さらにですね、うん、マジかそれっていう方法があるらしくて、うん、これはまあちょっとバッドスタイルが。バッドスタイルが。アウトレイジが。アウトレイジいるんですけども、うん、若手のね、うん、まあ要はちょっと金に困ってるやつとか、うん、まあチンピラみたいなやつがいっぱいいるわけですよ。うん、まあいるでしょうね、うん。そういうやつをですね、使う方法がありまして、うん、まあ要は自分に全く、なんていうの？害がない。害がないようにうまくやるやつなんだけども、うん、そのね、これ都内なんですけど、うん、まあ要は、山の奥とかに、うん、まあ、隠しに行くとかってイメージあるじゃないですか、うん、ドラマ。埋めるみたいな、ね。そうそうそう。だからよく死体が山から出てくるみたいな。出てくる。まあ実際あるらしいよ。それはそれであるんだけど、うん、もうそれは古いと。古いっていうか、うん。まあトレンドじゃないと。そうそうそう。今の俺らこう。ということで、違うんですよ。そうなんですよ、うん。ね、実はですね、隠し場所みたいのがあるらしくて、都内に。もうすげえやだな。で、それが、その、うん、道路、うん、普通のそのね、首都高とかそういうような場所の、うん、まあ、トンネルの中に、うん、ある一角に、その死角みたいになってて、うん、普通の人はまず走ってたら気づかないような場所があると。ほうほう、うん、で、そこが、うん、もう厳重に立ち入り禁止っていうでかい看板がかけられていて、うん、でも金網に鍵がついてると。もう絶対入れられないよね、うん。普通の一般の人は入れないみたいになってるんだけど、うん、要はその、屋さんたちに雇われた人は、まずその鍵を渡されるんだって。う
あそこを開けるよ。そこを開けるよ、うん、でそこの金網開けると、うん、鉄の重い重々しい扉がさらに奥にあって、うんうんうん、でそこもまあ鍵があって、うん、で渡されたもので入っていくと、うん、なんかねあの変な道に出るんだけど、うん、ちょっと古臭い感じの道に出るらしいんだけど、そこに木の看板で、うん、帝国陸軍跡みたいなことが書いてあると。いや昔の、そうだ、昔軍隊が使ってた施設なのか、うん、なんかその辺の、まあ要は普通の人が入れないような土地をこう利用した場所みたいなところに行き着くと、うんうん、でそれを、そうそう、山奥みたいなところにあるらしいんだけど、うん、でも都内らしいんだけどさ、うん、でそこでまあその連れてってくれる人がいるというか、まあ兄貴分じゃないけどね、うんうん、がその一緒に行くと、うん、先にその、井戸があるんですよ。その帝国陸軍の地に、うんうん、でその井戸のところにも帝国陸軍の第126号井戸みたいな、ほうほうほう、まあ、だ実際に使われてたんだろうね当時、うんうん、みたいな井戸があって、うん、でもそこはもう完全に封鎖されていて、うん、あの金網がかかっていたりとか、うん、すごいでっかい蓋の、まあ、石でできた蓋があると、うんうん、でも要は力ずくではまず溶けられないような作りになってて、うん、はいはい、でまあなんかそこをなんかねそこにまあ要は捨てるっていうことらしいんだけど、うん、まあその蓋を開けるのも結構あの滑車みたいなのを使って、はい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 、まあ、男何人かでこう力を込めてこう、うん、テコの原理じゃないけどみたいなんでこう開けると、うん、でまあ真っ暗な井戸の中に、うん、そのまあ死体とか、うん、まあ、あの入れるんだけども、うんうん、そこはねなんかあのおかしいなっていうのが、うん、要はもうそこを毎回行くんだけど死体がなくなってるのよ、うん、毎回同じ人が運んだとして、そうそう、何回行っても、うん、ま、全くその皿の状態というか誰かが動かさない限りはね、うん、そうそう、うん、で最初それが要は誰かが来て釣り上げてまたどっかに捨ててるっていうことなのかなって思ったらしい、うん、一時的な保管場所かなんかだと思ってたと、うん、だけど要はなんかそれどうも違うと、うん、ほう、なんか気になってその死体ね、うん、入れるときに、うん、まあ、その新人みたいなやつが、うん、照らしてみたと、その井戸の奥をどうなってんのかって、まあ、死体はいっぱいあるかもしんないけど気持ち悪いけど見てみようってことで見てみたら、なんかその下にうごめいてるものがあると、うんうん、なんか動いてるって、うん、でよくよくその照らして見てくと、うん、なんか人間っぽい感じらしいんだけど、うん、まあちょっと裸なんだって、え、上半身裸みたいな感じで、うん、でなんかよく見ると、うん、目が普通の人間と違って、うん、なんか暗い感じ、真っ黒な目になってると、う、大きな穴が開いちゃってるみたいな感じ、怖で、要は常にその暗闇にいて目が退化したみたいな感じだと思うんだけど、深海魚だ、そうそうそう、うん、まあ、地底人的なね、はい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 、やつがいて、うん、でそいつが要はその死体を横穴から引きずって、うんうん、どっかにどっかに持ってく、うん、で実際その、まあ、見ちゃったと、その聞きずる様を、うん、はいはい、うん、では俺は見ちゃいけねえもん見たなと、うん、ってことなんだけども、なんかその発注でよくあるのが、うん、その生きたまんま、まあ要は人間をそこに入れると、寝袋みたいな詰めて死体じゃないと、おー、うん、っていうことがよくあるらしいんだって。要はなんかその麻酔かなんかで動けなくしてるというか、そうそうそう、移動するとき運ぶとき、まあでバタバタしてるらしいんだけど、実際してんすか、そうそう、あ、まあでももうね、あのロープで縛ってるし、うん、あ、そういうことか、でもそのまま入れちゃうんだって、うわ、でまあそのなぜか、うん、まあ、でもぶっちゃけ殺した方がいいじゃん、でそれはそうです、動くから、動くから、うんうん、だけどそのあえて生きたまま入れてるっていうのに何か理由があるんじゃないかっていうことで、うん、要はそいつらがそれをまあ食料として食べてるんじゃないかみたいな、うわ、うん、っていう、こうだからある、まあ、都内のある場所にはヤーさん専用の、うん、まあ、井戸があって、でまあちょっとその人間ではない、もしくはまあ人間がちょっと変わったもの、うんうん、とこう、まあ、なんて言うんだろうね、ウィンウィンの関係というか、はいはいはい、うん、を作り上げて、
まあ、処理しているっていう、まあ、ちょっと伝説があると。ほう、うん、で結構これが克明にこうね、あの、うん、アルバイトのやつだから結構口軽いんですよ。あ、運んでるやつが、うんうんうん、がちょいちょいそういう話をこうしちゃったってことで、まあ一回話題になったっていう話が。やっぱ日給とかいいんですかね。まあいいか、もしくはあの、うん、あれもう要は首回んない状態で借金しちゃってて、もう要は何もこうなんていうの、うん、逆らえない状態なんですか。ゼロにするためにというか、うんうん、はい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 。でまあ要はやらされると、うん、で基本はでももう井戸にただ入れるっていうだけで終わるんだけど、うん、その好奇心で見ちゃったっていうのでそういうのがあるんじゃないかっていう。へー、すげーな。だからまあね、いろいろあるんですよ、その処理方法は。あのね、例えばちょっと東京のある場所 の、うん、あのビルがあって、そこの下にもう専用の処理場があって、うん、でそこにこう何あのうなぎとか買ってて、うん、それをこうミンチにして食わせるとか、うわ、なんかいろいろあるんですよ噂が、うん、あくまで噂ですけど。休んで一周ね、はい、で戻ってきて、はい、やっさんの話するって、はい、あれ刑務所服役してましたそうっすね出所してきて、そのそこで得た情報今喋ってます。いや違いますよ。出所後ですか。はい。いや短期出所じゃないです。あのシャバの空気味わうためにやってもらっちゃ困るんですよ。いやいや全然あの保護観察官がいないです。連れてきてないですよ。あの、うん、全然僕いやだから今、うん、何度も言いますけど、うん、これ今即興の嘘ですから。あの、ね、じゃあの今後ろに立って背高いごつい人はじゃあルームメイトですか。そうですね。ね、あ、そうです。保護観察官かと思ってましたよ。ルームメイトですか。違いますよ。あの、はいはい。黒い棒持ってるけど。たまたま拾ったんでしょうね。京さんの後ろの人でかい黒い棒。公園で拾ったんでしょう。叩く用の。はいはいはい。あ、そうなんですか。あ、違う。いやそうです。そっかそっかそっか。あのっていうまあね、あのあくまでリクエストがあったんで、うん、あのまあちょっと話したんですけども。あ、はいはいはい、まあ、あのまあ歌舞伎町にね行っても。うん、あのこんな方そうするといませんので、うん、全然安心して、まあまあ、あの遊びに来ていただいて。今綺麗になってますし、ね、そうですそうです。ゴジラいいんですよ、ゴジラ、ね、ゴジラ見ちゃう、ゴジラいいんですよ、うん、ただねやっぱそういう人もいるなんでこれ。おなじみのね、本当におなじみ。俺東宝シネマってできたでしょ。あ、できてる。今までにない映画館なんですよ、うん、そうだね。なんかあの、うん、スクリーンが違うっていう。そうだね、売りにしてるね。まあただ、うん、スクリーンにも見に来てるかもしれないけどね。あの怖い人が来てました。あ、見に行ったんですか。はい、あの僕何度か行かせていただいてます。好きですもんね。もちろん、あのもちろんいらっしゃいますよ。うん、まあまあまあ。ただ別にね、うん、あのこっちが何もしなければ、そうですよ。そんな ね、あの餌になることもないですし、特にね、はい。了解です。ということで、はい、私の教えて都市伝説を終わらせていただきたいと思います。復帰作第1回目としてね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。